こんにちは、オーメンズイレブンです。本日は千葉県の南房総市に向かっています。毎年恒例となった母の誕生日を祝うための旅行だ。このチャンネルでも過去に2回動画をアップしているが、今年で3回目。月日の流れの速さに驚くばかりだ。今回予約した宿は美味しい温泉夢岬。口コミ評価も非常によく、以前から気になっていた宿だ。チェックイン前にどこか観光しに行きたいところだが、千葉県は行き尽くしたと言っても過言ではないくらい、行ったことのない観光スポットを見つけることができなかった。何かを買うわけでもないが、つい寄ってしまう。アウトレットの雰囲気は好きだ。クリスマスの装飾は見てるだけでワクワクしてくる。母も私も何も買わずにアウトレットを後にした。ここから宿までまだだいぶ距離はあるが、この景色を見ているだけで退屈さを感じない。風は強いが天気に恵まれてよかった。大自然の中に突然現れた無印良品。カフェも併設されており、豊富な品揃えでたくさんの人々でにぎわっていた。そろそろ宿に向かうか。ここから数十分山道を抜け、海沿いの住宅街をゆっくりドライブを堪能し、本日宿泊の夢岬に到着だ。チェックイン手続きを済ませ、部屋へと案内された。こじんまりとした部屋に見えるが、清潔で十分な広さだ。アメニティ関係も整っており、何一つ不便がない。そしてベランダには客室温泉露天風呂がついている。かけ流しではなく、機器がむき出しなのは風情に欠けるが、それでもこの価格帯でこの設備は嬉しい。千葉県で客室温泉露天風呂付きの宿に泊まるのは初めてかもしれない。ベランダから海を眺めることができ、気持ちがいい。一息ついて館内を見て回ろう。
送客室数は35室で別館もあるようだ。リーズナブルな価格帯から高級なプランまで部屋は様々。最上階には屋上露天風呂がある。エステルームもあり、サウナも浴室内にあるそうだ。そしてさらに水着着用の温水プールまであることに驚いた。入ってみたいような、入らなくてもいいような、そんな気分だ。階段を下ってさらに館内を散策する。こちらが夕食会場。しかし今回は素泊まりを選んだため中を見ることができない。宿での夕食も気になったが、今回は外食を楽しむんだ。現在館内の至る所で改修工事が行われており、これからさらに進化していくようだ。1階のロビーへ。続々とチェックインするお客さんが入ってくる。みんな大好きゲームコーナーだ。どんな宿でもこのゲームコーナーが一番風情を感じる。水槽がある。なんとも粋なサービスだ。そしてさらにみんな大好き自販機コーナーだ。こういうところで食べるカップラーメンがいつもの3倍うまい。ロビーの奥へ進むとカフェがある。ここで何か頼めるかは不明だが、いい雰囲気だ。あえて一服したくなる気分だ。おそらく現在は使用できないと思われる。よし、部屋に戻るか。屋上の露天風呂も気になるが、混み合ってたので部屋の温泉に入る。皆様お待ちかねの入浴シーンだ。足がつった。最高の時間だ。入浴後、本日行く予定の居酒屋の場所を確認。今回は素泊まりならではの楽しみ方をしたいと思う。
部屋に置いてあるインフォメーションや冊子を見るのもまた楽しい。自分で布団がすぐに敷けるのは非常にありがたい。それでは夜の至福の時間まで少し仮眠を取ろう。